はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。今日はね、猫たちがね、天気がいいので、えー、まあ、遊び回っては、まあ、窓辺でね、ゆっくり日向ぼっこというね、えー、そうしたルーティーンになっているようです。はい。いつもね、昼間寝てるんですけどね、夜中に暴れて、そして昼間も起きてます、最近。<laughs> はい。えー、天気がいいとね、えー、やっぱりね、猫たちも元気ですね。はい。えー、まあ、なんというかね、 えー、これね、割と重要です。はい。えー、皆さんね、最近ね、なんかいろいろ5の10ですね。はい、わかりますよね。はい、えー、5、10ですね。はい。えー、5のね、とうとうですね。はい。えー、こちらの事件が結構流行ってまして、なんかね、あのー、今朝のニュースでも言ってましたけど、まあ、あれですね、あの、売り上げをね、 運ぶ車が襲われたりとか、非常にこれ多くなってます。はい、えー。そういった人たちの手口。はい。手口は一体どういうことなのかということが、えー、これね、えた、ー、まちゃんの暇つぶしさんのブログに出てました。これ身を守るのに必要です。はい、見に行ってください。えー、まあね。 いろいろつながってるんですよ。ああいう人たちは。はい。え、なので、えー、これね、えー、私たち手口を知っておかないと、なんていうのかな。火の外者になってしまうっていう可能性もありますからね。でね、えー、まあ、いわゆるね、闇のね、闇のバイトと言われるものが今横行していると。素人さんがこういったものに手を出すっていうことが非常に増えちゃって、 るんですよでこれがね、えー、まあま,まともな方だったらね多少なりともまともな神経を持ってる方だったらこういうものにはね手を出さないんですけど今ね、えー、分かってるとは思うんですけども経済的にね大変なところが非常に増えてますので、えー、本当のねまあ,あ一般の人たちがこういったね えー、闇のバイトに手を出すという、そういった、あのー、状況も出てきてしまっているということです。はい。えー、なのでね、私たちこういった手口をよく知らないと、はい。えー、いろいろとね、えー、危ない目にあったりしますので、えー、敵のね、こういった手口を知るっていうことも、私たち、あのー、きちんとね、えー、把握しておかないといけないと、私は思っております。はい。まあ、防犯防犯ですね。 で、日本人は割と甘いので、えー、何回も言ってるようにね、えシングぐらいはあ身につけましょう。はい。えー、まあそういうことですね。まあいろいろあると思いますけどね。はい。ゴシングですね。えー、まあ、あの、刃物はダメですよ。中等法違反でね、えー、大体のほっほーってされてしまうんで、刃物はダメなんですけど、まあその他ね、い、え、ろ、ー、んなごしんグッズがあるとは思うんでね、そういったものを活用するの はいいと思います。あとね、まあ、スプレーにね、えー、私、まあ、玄関には用意してあるんですけどお、まあ、スプレーにね、唐辛子のね、はい、液体を入れておくとかね、はい、いざとなったらそれでシュッシュやると、はい。まあ、あ、開けることがないんでね、玄関をね、そこをそうそうね、まあ、そういった、まあ、対策も必要かと思います。まあ、これからね、えー、そういうことが増えるようであれば、 ああ、もう小型のね、ちっちゃいスプレーに、えー、唐辛子のね、液体を入れてね、えー、持ち歩こうかと思っております。はい。えー、まあ、多勢で来られたら大変ですけどね。まあ、1対2ぐらいだったら、あスプレーでやら、や、やれるとは思ってます。はい。えー、まあ、そういうことですね。えー、これからは、あの、日本も、ちゃんとね、 なんか、そういったおかしな人がこう、増えてきているっていうことを考えれば、あきちんと自分の身を守る。はい。それも必要になってきます。はい。皆さん。えー、そういうことなんでね、えー。どうぞこちらの記事も参照してください。えー、闇側の手口がわかりますよということです。はい。で、私たちくれぐれもね、えー、そういったもののね、被害者にならないように。はい。 えー、これから、あ、気をつけて生活していきましょう。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。えみてしゃーん。みてしゃーん。はい。あれあれ映りませんね。<laughs> おひげが。おひげが。ねえ。あららららら。ね